い、ストックインアメリカです。今日作るのはツナマヨと唐揚げのおにぎり。おにぎりの具はご飯に合うおかずなら何でも OK。 いろんな具を入れておにぎりを作ってみましょう。このビデオを見ておにぎりを作ってみようと思った方はいいねボタン、チャンネル登録お願いします。お米を炊いている間におにぎりの具となるツナマヨを作ります。142g 入りのツナ缶1缶をザルにあげ、よく水気を切ります。そこへマヨネーズ約大さじ2杯、醤油小さじ1、塩一つまみを入れよく混ぜます。もう少しマヨネーズ味が欲しかったので、大さじ2分の1ほどマヨネーズを足しました。ツナマヨと唐揚げでおにぎりを作っていきます。唐揚げの作り方は私の以前の動画に唐揚げの作り方を載せているので、そちらをご覧ください。ご飯が手にくっつかないように手を水で濡らします。手のひら全体に塩をつけ、おにぎりを結んでいきます。しゃもじで軽く1杯分のご飯を手に取り、その上に具を乗せ、さらにご飯を具の上に覆いかぶせます。左手で三角の角と側面を整えながら、右手で底面と両サイドを握り、形を整えます。右手の手の動きはこんな感じです。力を入れすぎないようにおにぎりを回転させながら、きれいな三角にしていきましょう。海苔を8等分に切っていきます。海苔はツヤツヤの方が外側になるようにおにぎりに巻いていきます。